おっそす、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。裏技発見ということなんですが、これですね、もうすでに出てるやつですね。これちくわでやってる、発見されてます。ちくわの時に発見されてます。ただこの青ドクロでやっている方はですね、まだ紹介されてないと思うんで、ちょっと見せていきたいかなと思います。ドア入って、例えばずっと下を押してたとしましょう。まずは下押しっぱの状態でまずは見てもらいたいと思います。とここで死ぬんですよ。ここで死んだのを覚えておいてくださいね。いけ、ほら、ちょっとだけ速くなったでしょ。ちょっとだけ。まさかタイミングよくスピンとかじゃないよね。あー、ミスった。でもなんか意外といい感じなんだけど。まさかこれか？まさかこれなのか？うわ、いけた。嘘、スピンなの？これ一番びっくりじゃない？マジかよ。嘘だ。グリグリだと思ってたらスピンだったんだけど。なんで？あれか。普通にマリオが青ドクロから下の青ドクロに降りるより、ちょうどいいタイミングでジャンプして落下してる時の速度の方が速いんだ。だからだ。これすごいな。よく見つけたわ、これは。これすごいですね。てっきりちくわグリグリかと思ったらちげえじゃん。新しい技じゃん、これ。おー、マジっすか。すげえ、これは。6月の25日にいただいたコースですね。これは、あくまで予想なんですけど、自分に向かわせ ID 送るでしょ？で、ID 送っていただいてから、Twitter のアカウントを鍵にすると、きっと、昔に送ってたやつのいいねの、ツイートを多分俺が見れないから、確認できてなくて、で、急に現れたりするんですよ。あれ？こんな、だからさっきなんだけど、4月の20何日かのツイートがいいねされてるやつをさっき発見したんだよね。まあ、ID 切れてたからよかったんですけど、なんか、鍵にするとそういうことも起きるんじゃないのかなって俺は思ったんだけど、お気をつけください。なんでね。なんかやってもらえなかったけどみたいなことは全然あると思いますんで、はい、お気をつけください。俺も今知ったわ。いやでもあくまで俺の予想なんだけど、これはそうなんじゃないのかなと思ったんだけど、これやばくね、やばくね、やばくね。タラちゃんとか歌ってる余裕ないから。は？あ、そっか。まだ参るんだ。でもファイヤーがなくなるだけ。あ、つまあるじゃん。オッケー、オッケー、しゃあ。はい、続きましては、これは6月26にいただいたコースですね。とても難しいけど少し面白いコースだそうです。やってみたいと思います。1000分の1でしょ。面白いっていうのが怖いな。これはあれか、そういうことか。あ、ちげえのか。うううう、スター、はい、あ、でもここに孔明か。なるほどね。そっち系の難しさ、面白さってことなのか。まずは入るんですね。入るんじゃねえの？ちげえのか。向こう側まで行けるよな。じゃあこっちかな。降りてみる。これ多分死亡だな。ですよね。これ先確認してきた方がいいやつなんじゃない？そんな気するわ。オッケー。ほ、嫌な予感する。すごく嫌な予感する。セーブして見てきた方がいいんじゃないかな。今すぐにでも。ねえのか。ここはねえのか。うわ、危ね。これはダメだ。一個ずつ行こう。多分走っていくタイミングとかあんだろうな。ターン、ターン、ターン。ターン、ターン、ターン。ターン。
すぐ落ちてきちゃうんだ。タン。タン食べて。タン、オッケー。はい？ある？伝わるよね。ねえのかい。下行きましょう。まあこの隙間をさ、こうやって上がってくのはそんなに難しいあれじゃないじゃん。問題はこっからなんだよな。これなんか。よし。でも次のとこに行けねえ。タイミングだな。ここだ。オッケー。うわ。ぐわ、危ねえ。生き残った。さっきのタイミングで行きたいな。ここだ。よし。やっと行った。ほっ。あれ、タイミング合わない。ちょっとずらす。ほい。オッケー。よし。どう見ても届かないよね。うん、届かないね。じゃあ下降りるしかないね。ほっ。なるほど。こう行っていいんだね。土管あるね。とりあえず上登ってみます。降りれるかね。土管か、この土管か、右飛びかなんだね。あー、生放送だった、みんなに聞くな。でも生放送でみんなに聞いたらきっと右飛びを選ぶと思うんだよな。みんな右飛び信者だから。おお、来て正解だったのかな。やったー。あー、なるほどね。待って、これもしなかったとしたら届くの？向こう届かないよね、これね。はっ。あ、行こうと思えば行けるんだね。これは？これピンポーンなのか。これクッパーをこう進んでいったとして、これがファイヤーで、まあ入って。あ、ちびっこじゃないとダメで、でもちびっこだとトゲに当たって結局はゴールできない。ということは、あれか。普通に今ので正解だったんだね。あ、待って、これも入れんじゃん。入ってみようぜ。あー、これが最初に戻ってくるんだ。へー。なるほどね。さあ、じゃあこちら行きましょう。6月の27ですね。撮影してないことに気づいてよかったぜ。セーフセーフ。さあ行きましょう。投げるとダメなのか。あ、一応抜けることはできるんだな。あ、でも死んじゃうんですね。でもまあ、ちびっこでもいけなくはないのか。こう行かざるを得ないんだ。オッケー、いけたね。こうか。オッケー。ピン、ううう。あ、結果オーライになった。これでいいのかな。オッケー。ほっ。あー、届かねえ。はい。OK ですね。ちょっ。耐えれねえ。無理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 。勢い抜けできるかな。あ、いけた。勢い抜けでいいんだ。おーっと、ゴール見えたぞ。これはくる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 いけば多分いけるな。来ませんか。そうですか。じゃあ降りるだけだね。結構難しいよな。よし、オッケー。じゃあこれやって終わりましょう。いいねランキング1位。ジャンプマン。マリオの代名詞みたいだね。ジャンプマン。ジャンプマン。ジャンプマン。あ、やばいやばい。あいつはやばい、あいつ。あいつはやばい。これは、P スイッチ。ボム兵が出てくるな。思った通りですね。オッケー。サンガリア。じゃあ、なんか出てくるな。おお。道を作ってくれそう。え、くれない。嘘だ。そのためのバネじゃねえのかよ。え？あ、オッケー。うお、ぶねえ。そっか、近くないとダメだったんだ。
なるほど、これか。どこまでやらせる？しまったー、あごらった。ほっ。これでどうだ？オッケー、お疲れ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。